はい、どうもこみです。さて本日はつむぎ組さん対ヨロモードさんの練習戦ですね。こちらからお届けしていこうというふうに思います。まあ、正直ね、ヨロモードさんにも、GS のメンバーとか一部いたりして、結構僕としてはこう、親近感というか近いものを感じるんですが、今日はね、つむぎ組側のアタックの中心に紹介という形で、ね、動画していこうと思うんですけども、フレームシューターですね。今回アップデートが入ったんですけども、まだ多分これ反映されてないリプレイですかね。AI が修正されてよりまあ使いやすくなったということなんですが、やっぱね、この修正が入るのは、最もで、今トップ層の間でシューターって結構使われにくくなってるんですね。お互いのこういうアタックを見ていても、シューター使ったアタックって結構減ってきてる気がします。まあ、出たばっかの頃は無双したんですけど、今は対策がね、割としっかりされてきているし、対策されてないような場合でも、初見では結構使いにくいんですね。罠があったりするんじゃないかっていうふうに、こう、疑心暗鬼になっちゃって。なのですが、まあ、そこでもどういうふうに使ったらシューターが生きるのっていうところの、まあ、参考動画を今日はお届けしようと思うわけなんですけども、にゃごめさん攻めたハクさんのアタックっすね。これね、クロスボウ2本が対空になってるんですけど、ここにマルチインフェルノがあって、これをシューターで折るの美味しいよね、ということなんですね。で、まずはこれ、テスラをしっかりとチェックして、ね、バーバリアンで呼び出していきながらシューター投げてきます。で、テスラの範囲外からこれ、ウィザードですね。これ、秘書権の攻めかもしれないな、このやり方から見ると。で、こういう風に、秘書権で罠が割れてる状態だと結構シューター使いやすいっていうのは、まあ、正直ありますよね。使えるところがあった場合、さっき言った疑心暗鬼要素がなくなるんで。ただ、黒壺なんかは、これシューターの射程外から攻撃できちゃうので、シューターってダメージ受けると一瞬でこうね、いなくなっちゃうっていう兵器なので、ダメージ受けたくないんですよね。だけど、使っていく理由は何かっていうと、このね、黒壺のターゲットを変えられるからなんですね。変えられる方だってちょっと今表現おかしいな。これね、ターゲットをドラゴンで取っちゃえばいいって話なんですよ。簡単に言うと。まあ、それすごく難しいです。めちゃくちゃ難しい。タイミングすんごい大変なんですけども、これがやっぱね、できちゃうのがこのレベルのプレイヤーなんですね。で、それも、とはいえリスキーなので、そんなにやっぱり使われるかっていうと、まあ正直僕使われるケースあんま見ないですね。グランドボーディンつけたスーパードラゴンが、これ対局本のタゲ取ってますよね、スーパードラで。で、このスーパードラゴンがタゲ取ってるから、今度次のこのクロスボウ、これもターゲット取ってくれて、悠々と、このフレームシューターが進行していきます。これほら、スケトラとか出てきますよね。しっかりここにバルキリーを当ててシューター守っていくんですね。こんな風な感じで。だこういうさ、ケアをしてまでシューター使うっていうところで、今やっぱ使われにくくなってきてると思うんですよね。まあなんですけども、使っていくとしたらやっぱりこうやって、クロスボウとかある領域のタゲをメインユニットでこう取っていきながらシューターを活かしていくというね、パターンに持ち込んでいくのが、まあ、どうなんだろう。特策というか、特策、定石っていうのかな、になってくるのかなっていうところですね。おかげでシューターは最後までこう生き残って。で、ここで体力が尽きるんですけども、ロイヤルチャンピオンでタウンホール取りながら中から出てきた、ドラゴンライダー、プラスバルーンで最後のシングルインフィアをしっかりとケアして前回まで持っていくと。だほぼほぼこれ、中の援軍仕事してませんよね、これね。フレームシューターの、その兵器としての三大能力だけでこれ前回取ってるようなもんで、で、スパドラもこうね、めっちゃ生き残ってるわけなんですよ。だから、うまくシューターって使えたらめちゃくちゃ強いんだけども、その使い方が難しいというところで、まあ、今のね、対策がもうされつつあって、まあ今、配置コピーできますからね、簡単に。まあ、そういう中で配置コピーした配置で大体もう対策されてるので、その中でも使っていくことができれば当然強いんですけど、じゃあどうやって使うのというところの、まあ、参考例として今回ね、この動画を見てもらいたいと思ってあげました。で、まあ、時間ももうちょっとあるんでね、ドラゴンっていう話をしていこうと思うんですけど、次は。まあ、ドラゴンっていうと、他にどんな攻め方があるのって話ですよね。で、ドラゴン攻め、もう一つはユニューさんがやってるこれですね。突撃艦をやっぱね、タウンホールに当てるっていうパターンが結構強いですね。で、まあ、このね、攻め方をする場合、結構突撃艦がトルネードしちゃうっていうのが怖いんですよね。まあ、なので、トームを当てて突撃艦長距離走らせる、トーム状態でこう走らせるっていう手も一個あるんですよ。そうすると罠が増えるんで、
後ろから来るドラゴンたちが、まあ、黒い、ね、爆弾ホーミング爆弾とかに捕まらないっていう利点もあるんですけども、一方でこんな風に初手トームレイジをかけちゃって一気に、トーム状態無敵状態で、バルーンとデスパトロを進軍させて罠を回収させちゃう。このバルーンが黒風船回収するのが結構大きな仕事なんですよね。こんな風に結構トームかかってると奥の方まで生き残って進みます。で後ろから突撃感を当てることによって罠を回収した道を進んでいくんで比較的罠を食いにくいですね。とはいえこう一発食らっちゃいましたけども、まあ、食らっちゃってもそこからフリーズトートを使ってしっかりタウンホールを落としてくださいねと。バルーンをしっかり9体積んでますね。こんな形で持っていくっていうパターンが2つ目ですね。この突撃艦型っていうのが多分まあまあ、なんていうのかな、よく見られるというか一般的というかドラゴンをする上では使わない手はない、あのこれぞ定石っていうかね、形のドラゴンアタックになると思うんですけども、当然ここから派生した花火とか、まあ、このね突撃艦に、バルーンにクローンかけてねタンホール武器のシングルインフェルノを壊していくとか、まあ、そういったいろんな、方法があるかなというふうには思いますけども、まあ、こういうパターンですね。最後アーチャークイーンが、クローク吐かれちゃってますけども、ロイヤルチャンピオン、能力残った状態で体力もまたミドルゲージなので、あとは防衛施設にシールド投げ込んでおしまいという感じですね。真ん中テスラ残ってますけど、これ綺麗にシールドで破壊して全開というようですね。初手のねやっぱレイジートームは強いよなっていう気がします。あのライドラなんかでよくいられますけどね、上等手段な感じはしますね。でまあうまいのが初手でこのイーグル砲を潰しながら対空砲がある領域、ここにはアーチャークイーンを歩かせていて対空砲をアーチャークイーンで倒すっていう感じですね。でまあ後ろ側の対空砲2本があるんだけども、ここはロイヤルチャンピオンを刺していくという感じで、こういう風に向かってますな。対空砲のケアをしっかりヒーローでやりながら、対空砲がない領域、この辺ですね、をドラゴンで潰していくというね、格好でうまいことにこうプランニングの中で、ドラゴンの得手不得手をね、カバーしながらやっていくっていうプランニングうまいですね。素晴らしいですけども、これ簡単に見てるけども、やるのは難しいはずですね。はい。で、ラスト、羊さんのアタックですね。で、これは、クロームかけるタイプですね。で、スパードラではなくハイドラを使ってますね。ドラゴンライダーのアタックになっていますけども、さっき言った、突撃艦のバルーンにクローンかけて、シングルインフェルノを壊すっていうパターンのアタックですね。まあ、このケースもよく見られるかなって気がします。ロケットバルーンを使って、この9時方面の対空砲をケアすることによって、この辺を全部ですね、ベビドラでカットすることができますね、ここ。これがね、ドラゴンたちの面を、まあ、狭めるのに役立ちます。これ僕も結構よく使うテクニックですね。ロケットバルーン便利なんですよね。こういう風に使えるから。で、こっちの対空砲は、まあ、ロケバル使うんじゃなくって、アーチャークイーンで殴り倒しちゃおうという感じですね。まあ、それができるんで、アーチャークイーンだったら。で、このね、ドラゴンアタックで、なんで花火を僕紹介しなかったかっていうと、タンホール14では花火強いんですよ。なんでかっていうと、アーチャークイーンにヒーラーが、あとユニコーンがつくんですね、ペットがつくことによって、アーチャークイーンの生存能力が格段に上がるんですね。で、そうすることによって、最後までアーチャークイーンを生き残らせて、防衛壊し尽くすという手が使えるんですけども、タンホール13の場合って、ペットがいないんじゃないですか。いないので、アーチャークイーンが結構ね、すぐ落ちるんですよ、こういう風に。もうこの辺で赤ゲージになってますね。これ、運よく中に入ってくれたからよかったけど、こっちの外側回ったらおそらくアーチャクいなかったはずですね。これもはや。で、代わりに、ドラゴンにこう呪文をしっかり当てていくことによって、フリーズとかね、を使ってドラゴンを延命していくことによって、こんな感じで、ね、対空砲マルチを止めていって。で、なんていうのかな、ドラゴンで全開する。これがタンホール13のドラゴンアタックですね。14との違いは、メインユニットがヒーローなのか、それとも、ドラゴンたちなのか、この違いが13、14ではあって、動画いろいろ見ていただく際にも、全部が全部で14のアタックが13に通用するかって言ったら、全然そうじゃないんですよね。相対的に見たヒーローの強さっていうのが、13と14でやっぱり大きく違うので、14の場合にはヒーローをいかにドラゴンたちで守っていくかっていう言い方が私の方がちょっと微妙ですけども、ヒーローを最後まで生き残らせるような攻め方をするのが14で、今みたいにドラゴンをしっかりと最後まで生き残らせるやり方をするのが13というふうに思ってね、見てもらえるとその辺の戦術の立て方が変わってくるかなというふうに思いますし、成功率も上がると思います。で、今日紹介したのは、フレームシューターですね。ちょっと後半の部分のインパクトが強くなったかもしれないですけども、前半部分のところが一番痛くって、
フレームシューターを今のこの対策された状況下でどう使っていくかっていうのをですね、結構いろいろバルキリーを入れたりとか、あとは序盤のテスラのケアしたりとかやることが多いんですけども、使える環境をお膳立てさえすればめちゃくちゃ強いので、そこもねぜひ、楽しみながら、ね、トライしてみてもらえたらというふうに思います。はい、というところでですね、本日はタンホール13におけるドラゴン戦術、とりわけフレームシューター使ったドラゴン、これをお届けしてまいりました。どうだったでしょうか。こんな感じで僕のチャンネル、クラン対戦の解説の動画中心にやっております。タンホール13、14メインで扱っておりますので、動画いいなと思ったらグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いいたします。そしてまたこれからもご視聴いただけたら嬉しいです。では本日も最後までご視聴どうもありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。